はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は信長の野望革新パープキットお続きをプレイしていきましょう。前回ですね、徳川領三河に武田の大軍勢、これが再命寄せてきたということで、これを撃退で、撤退していった武田軍がなぜか北へと兵を進めていったので、ここぞとばかりに深市城を攻め取りました。それが前回になります。で、今回はその続きになるんですが、まずはですね、海津城を落とすか、あるいは南に下がってつつじヶ崎館を取るかというところなんですけども、やっぱりね、この海津城を取ったとしても海津城を守りきるのがかなり難しいので、ここはですね、海津城を取らずにつつじヶ崎館を取って、駿府、それに高天神、ここをね、武田領としては孤立させようという作戦になります。なのでその段取りで進めていきましょう。まずは内政からやっていきます。観音寺はともかく、深市だよね。深市で建設できるものがあればと思ったけどないか。であれば外政で貿易しておきましょう。イスパニア、で契約はどうする。民、いやいらないよな、もうこれ以上はいいでしょ。いやでも民一応やっておこう。貿易だけは進めておきます。では時間を進めていきましょう。深市は委任する、ちょっと悩ましいけど、深市は軍団に組み込んじゃいましょう。いや、まだしばらく直轄の方がいいかな。直轄にしよう。一旦、さっきの段取りで、小早川が石山、くそ、ここで毛利か。邪魔くさいな。そうするとだ、鈴木勢9000、これが筒井城に攻めてきていて、御坊に敵の軍勢が来てるとはいえ、まあ御坊の軍勢は官兵衛もいるし大丈夫だろう、信じよう。危なくなったら、攻撃隊を出します。で一条谷にも敵が迫ってるという状態。ここは秀吉がいるし8万の軍勢がいれば大丈夫だろう。ガモ、氏里もいるし。どちらかというと、信長自ら、毛利攻めに加わっておいた方がいいかなというところかな。あとは、勧告します。あと、姉小路、本願寺、毛利、鈴木、竹山、武田。屈服しそうなところはどこもないですね。一式の弓木城、あるいは、旗野の八神城というところになってくるのかな、攻略目標だと。信長の軍勢、これ使うかどうかだな。一旦観音寺安土から兵を出すのはやめておきます。で、岐阜に姉小路から、やってきているというわけね。そしたらやっぱりちょっとね、深市の面倒を見る余裕なさそうなで、なので、信忠の軍勢軍に、一旦、深市を組み込んじゃいましょう。で、岐阜の防衛に専念します。敵が我が領内に向かって出陣。鈴木がさらに筒井城に向かって進軍。まあ、この辺りは防戦一方だね、しばらくは。武田からの返還の使者。さて、ここは金を要求して、その金で、いろんなことをやっていきましょう。じゃあ何って話なんですけど、まずは兵糧の購入。三成。さらに軍馬も購入。鉄砲も購入。とりあえず、買えるだけ買う。ちょっと危ない感じはするな。
観音寺から兵出そう、ただ出陣できるのは信長は今技術磨いていてできないので、鬼現場出しましょう。鬼現場でいいかな。混乱、槍ぶつまで兵8000、これを一旦石山工房まで持ってきます。筒以上は大丈夫だよね、さすがに。筒以上は大丈夫。いやー、筒地ヶ崎館攻めるどころじゃなかったな。まあ、ふかしがね、空いていればというところではあると思うんですが、信兼の攻略目標、これは一旦鈴木家もう滅ぼしてくれ。で、信忠は、まあ、攻略目標を一旦ふかしにします。筒地ヶ崎館にします。で、信長の軍勢は姉小路、これを叩きに行きます。姉小路も取れるかなという感じはするんで、普通にすれば岐阜から出兵すれば。よし、矢上城制圧だね。全く問題なかった。見ている。では岐阜から兵出していきましょう。カズマス、ちょっと待ってね。騎馬隊出したかったな。騎馬隊が出せないか。承知いたしました。まあ、こんだけの軍勢出せば、姉小路は訪れるでしょう。それよりも気になるのが、武将、統率、いや、武勇だな。刑事がどこにいる？前田刑事。ふかしにいるな。OK だ。では、筒以上の周り見ておきましょう。筒以上は問題ないね。鈴木も一旦兵を引いている。で、五坊の攻略戦ですが、ここがちょっと危ないのか。そしたら鬼現場、これを吉川広栄にぶつけましょう。で、さらに傷の水軍に援軍の要請を出します。 C 拠点攻撃だ。はぁ、拠点攻撃できない。勢力攻撃もできない。いや、やってくれるな。鈴木攻略してもらいましょう。で、その間に半兵衛の軍勢1万。これが援軍で来るので、成政、森政。んで、一旦、毛利軍は撃退できるでしょう、というとこかな。追撃する。んで、森政は一旦兵を引いて、技術、鉄砲、これで鉄砲は完全に極めたね。ともすれば、やっぱり鉄砲あればあるだけ欲しいので、鉄砲を買っていきましょう。さあ、一旦第一次包囲網の攻撃をしのいだでいいのかな。いや、来るねー。ふかしに敵の軍勢相当な数だな。確認します。ふかしに援軍を出さないといけないかな。8万。敵の数はそんなにむちゃくちゃ多いという感じにはならなそうだけどな。そしたらまずは外交交渉、家康、援軍の要請をしたい、外政、支持、東海、勢力攻撃。いやー、違うんだよね。拠点攻撃、違うんだよね。やってほしいのは、あくまでも、防衛なんですよ。防衛。
意識に対しては、鳥取城の攻略を命令できない。徳川は今深志の防衛。よし、しっかり助けてくれよ。いつも助けてやってるんだ。一条谷に向かって畠山、これもしのげるでしょう。一条谷は何といっても秀吉いますからね。ちょっと怖いのが勝頼の軍勢だよね。よし、深志にこれで家康の援軍が来るはず。範囲は上げといてもらいましょう。いやー、三成に元意にと、この辺りは申し分ないからな。内政はこいつらに任せておけば申し分なし。でだ、姉小路は落とすのは時間の問題でしょう。問題は土が先やかったらどう攻めるかですね。兵1000しか入っていない状況を見る限り、岐阜から兵を出せば終わりそうだな。ちょっと遠いのがどうかなというところですね。岐阜は直近敵にさらされることがなくなるので、大丈夫かな。で、森政もちょっと土ヶ崎館の方に転戦させましょう。はこれで落ちるね。間違いないでしょう。辻ヶ崎館の防衛も、できそうですと。深志の防衛もできそうですね。まだまだ軍勢としては後続、武田君来てますけど、深志の守りは盤石なので。よし、姉小路は滅ぼしたというところだね。方針確認します。これも信忠に預ける。いや、だいぶの数来てるな。お、小田長ちゃん、知略が高いね。早打ち持ってるのはでかいな。鉄砲エース、武将になってもらおう。さて、武田軍、総勢10万はいかないかな。5、6万の軍勢ですかね。これが来てますが、金で、捕虜は返還。得た金で、また軍事力を強化します。お、早速、蝶ちゃんがいるじゃん。蝶ちゃんをじゃあ、鉄砲買ってもらおう。自分のための鉄砲。んで、深志だよね。酒井忠次、本田忠勝、徳川軍約1万が援軍できてますね。御坊の防衛もできた。八神城も取った。そうすると弓木城は同盟国になってるんで、やっぱり次は鳥取城だね。結局土ヶ崎館に敵増援入れる形になっちゃったな。よし、火打ち式中獲得。
早速、貿易再びやれていきましょう。契約します。イスパニア酒、ツツジカ先館が増強されちゃってるんだよね。さて、そしたら早速契約していきます。いや、貿易していきます。イスパニア、辻ヶ崎館、これ落とすのは無理だな。一旦国境付近で待機させよう。むしろ海津城を落としてもいいぐらいだけどね。と思っていたら、カズマス、浅井長政、この辺りが辻ヶ崎館の攻略に向かっているので、これに便乗しましょう。で、鈴木家攻略は進んでないな。鈴木からのその返還の使者。まずは奇襲術。これを没収。たくあんさんか。鉄砲適正上昇か。これ、もらい受けよう。さて、そろそろ、まあ、せっかくなんで、家宝を渡していこう。一覧。鉄砲。この適性で、優秀な人材をかき集めていくぞ。カズマスに、まずは、奇襲術。これを授けよう。違うな。なんだっけ。鉄砲の適性が上がるやつ。あ、これね。外気流砲術書、これを差し上げよう。あとは、そうだなぁ。騎馬適正とかも、軍抜いてるからね。刑事は。そうなるとあんまりいらないんで、武勇が上がるようなのがいいよね。武勇。さらに武勇を増す。いやー、刑事本当に強くなったよなー。他で言うとどうだろう。指揮兵力が高いもので、長政とかどうでもいいしな。信忠なんかあげとく。信忠にじゃあ逃走確実、確実に逃走してもらう。あとは秀吉も統率確実にさせたいけど、ないよね。となると統率が上がるものにしましょう。統率プラス10、半端ないことになるな、秀吉も。で、大谷義継は、ちなみに適正で見ると、まあ全般的に高いね。やっぱ大谷義継はさすがだな。へしきりおさべ、これ信長所蔵のものですよね。誰かがもらい受けてるはずですよね、へしきりは。誰でしたっけ、へしきりは。官兵衛でしたっけ、もらったのは。なんかもらってましたよね、誰かが。さあ、ここで木曽義政の守る辻ヶ崎館、もうすでにここに信玄自体はいませんね。しかも金山がある。ふかしに攻められてもいいように、ふかしの防御は完璧だね。馬場信春が守ってるのか、さすがだな。生半かな。攻撃は効かない。さあ、筒井ですが、豊臣家家臣、武勇、知略、政治、
すべてがちょっと織田家の家中に加わる資格がないのでちょっと放置します。武田からの返還の使者、ここも金。いや本当にさ、武田家の金の量半端ないよな。これって絶対この金山のおかげでしょう。さあ援軍が到着する前に辻ヶ崎館、これを取りましたね。では辻ヶ崎館、これを一旦信兼の管轄に入れます。で信兼の方はどうなってる？信長の弟のはずですけど、しっかり雑賀、つまり鈴木を倒してほしいところなんですけどね。中国方面は姫路が最前線になってるな。石山ごぼうから姫路攻略するとなると、まあちょっと分が悪いのかなという感じはしますね。一方鳥取城とかの方が攻めやすいかもしれない。兵が 1万7000ですからね。勝頼か。いや勝頼は返せないでしょう。拒否だ、拒否。人材土用勝頼。吉明参加に加わる気ある？ない。久政とかもほんといらないからな。正幸とかもいるね、捕虜の中には。安藤守綱、小山田信重、木曽義政、この辺りはもう本当に武田家の重鎮ですよね。で鳥取城に銀山いっぱいあるね。鳥取城攻めをちょっとお願いしたいな。信長としては今度弓木城を取りたいですね。うん、弓木城から鳥取城を狙いたいですね。それで銀山を手に入れて、財政基盤の強化、これが図れれば一番いいかな。しばらくはお金があるものの、兵糧がないので、兵糧を凝っておきましょう、有事に備えて。で、それと別に、まあ、秋になるまでどう忍ぶかだな。駿府と高天神を、まあ、完全に孤立させることができたので、先久が来た。まあ、ここは金はあるので、甘んじて献金をしておきましょう。で、軍事。いや、違う、外交ですね。要請、家康。攻略を行わせましょう、高天神。攻めてくんないの、高天神。高天神、今攻めたらさ、絶対取れると思うんだけど、徳川軍としては。もしかしたら、兵糧がないかもしれませんね。で、駿府から辻ヶ崎館に軍勢。ま、これは問題なく跳ねのけられるかな。深志、辻ヶ崎館。小山田信重6000が出てますけど、問題ないかな。守りきれるでしょう。計2万の軍勢ですね。ババノブハル5500もいるけれども、これも潰せるでしょう。太田、これ太田牛一と何だろう、なんかあるのかな。関係が、平塚為広、
は武勇が78超えてるので登用します。豊臣家家臣で、上杉家の富山城を攻略中か。で、北条から宣戦布告、岩月から朝比奈隊、これが執事ヶ崎館に侵入へ。その数4万。武田軍と同時に攻められるとそこそこきついな。信長が戻ってきましたね。そしたら、もう鉄砲は置いておく必要ないので、内政に舵を切っていきましょうか。なので、建設で、鉄砲学者を全部撤去していきます。手のひら返しのように。鉄砲学者という鉄砲学者を全部破壊だ。築城学者がなんか混ざってるのはなんでって感じはするけど。こんなところかな。おっと、ね、で内政学者をこれでもかと作っていきます。で、まあ、ただ待っててもしょうがないんで、その間に技術で兵器、破壊場、これをやっちゃいましょう。さあ、心配な南蛮商人来たね。カルバリン砲、大阪冬の陣に際し家康が南蛮から購入した最新式の大砲。この方から放たれた一弾が、淀殿の今を直撃、和議に応じるきっかけ。これ、次女が死んだって話ですよね、確か。さあ、それはさておきだ。心配な辻ヶ崎館。ここの防衛は、勝家、氏里、藤高、勝成、合わせて4万が援軍で出てるので、こんだけいれば、一網打尽できるでしょう。逆に、今こそ、高天神、本当に、家康が攻めれば、落ちるんじゃないの？っていう感じはしますけどね。まあ、攻める気はないんでしょう、きっと。筒井を攻める気ないね、本当に。尻を叩きたい、信兼の。信忠は上杉の息の根を止める。兵糧が思ったより入ってきてないけど、これは編成でがっぽりいただきましょう。さあ、では、ちょっとね、いい時間になりましたので、一旦ここまでにしましょう。かなり順調に来てますね。武田の勢いを削いだというのは大きいかな。最新の地図確認します。
毛利が大きくなってるので、まあ毛利とそろそろ戦っていかなきゃいけないかなというところですけど、まずは信長、その兵力ですが、60万を超える総兵力ですね。で、今交戦中の武田、これが12万まですり減っています。包丁も13万なので、まあ取るに足らないでしょうというところで、まあ唯一の敵になりうるのが現在だと毛利ですか、これ、27万。島津も11万。まあ島津が大きくなる前に、毛利への攻略を進めていった方がいいかなという気はしますね。そうすると、ちょっと近畿方面軍みたいな形で少し、再編していきますか。で、新設します。で、さらに新設。これを信勝、目標は本願寺で、あと人材で呼び寄せましょう。直属として働いてもらいたい人間として、まずは、そうだな、まあ刑事は絶対呼びますよね。あと左近も呼ぶ。あとは、鉄砲の適性が高い人材がいいかな。鉄砲。二段打ちまで持っている横山。それに早打ち持ってる誰でもいいんだけど、志田さん。で、さらに、呼び寄せで、騎馬適性の高い武将を二人ほど呼んで刑事につけます。遠藤、それに水野勝成、この二人を呼び寄せちゃおう。これ直属にするというところですかね。はい、ではちょっと時間長くなりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。